おかわりエガちゃんです。エガちゃん、うん、今のはラモスの J リーグカレーの CM。 分かった人いるかな。今日はエルがやりたいことがあるらしいんだ。はい、この間、うん、500倍の激辛カレー我々完食したじゃないですか。そうだね、まあ、ちょっとそのご褒美企画じゃないですけど、まあ、江頭さんにですね、うん、ぜひ美味しいカレーを食べていただく企画をしたいなと思いまして、日本で一番うまいチェーン店カレーナンバーワン決定戦よいしょまああの僕、うん、もうこの世で一番カレーが好きなんですけど、ぜひ江頭さん、やっぱ味にもうるさいですし、うん、忖度しないんで、うん、チェーン店の一番を決めていただきたいなと。ブリーフ団それぞれおすすめのお店の一品を持ってきて、はい、わかりました。江頭さん、普段はそういうチェーン店のカレーは食べるのあります？普段はココイチのカレーだね。ああ。ココイチは行ったらなんかこれ食べるってあるんですか？ロースカツカレーだね。ああ。じゃあ、ココイチのロースカツカレーを一応100点満点として評価していただければと。わ、うん、かった。よし、頭のおかしいお前ら、エガちゃん、日本一のカレー決めちゃうぜ。じゃあ最初は誰から行く？はい、あ、エンコア、こっから行かせてください。お前、はい、甘いもんじゃないけど大丈夫か？今回はちょっと寄せに行けないんで、うんうん、もうシンプルに僕が好きなチェーン店カレーを持ってきました。なるほど、はい、僕がおすすめするチェーン店のカレーはこちら、ゴーゴーカレーのロースカツカレーです。おー、見たことあるね。あ、ありますか？ゴーゴーカレーというのは金沢カレーと呼ばれるカレーの火付け役なんですけど、うん、社長が大の松井秀喜ファンで、ニューヨークで活躍する松井に感銘を受けて自分メジャーを目指したいと創業したカレーなんです。で、店名のゴーゴーは松井の背番号。そっから来たの？それもご存じない？全然知らない。そうですか、すげえ。特徴としては、うん、この金沢カレーっていうのはこれキャベツの千切り、これが乗っかってるんですよ。なるほど、はい、ココイチと違うね。そうですね。で、まあゴーゴーカレーの中で一番の定番と言われてるのはこのロースカツカレー。うわっ、ロースカツカレーがっぷり四つだ。そうだね、ロースカツカレー対決と。対決。じゃあ食べてみようか。うわ、楽しみだ。うまそうだな。で、ちょっとルー黒くないですか？ちょっと黒いと思った、うん、工程も確か55個ぐらいあって、へー、すごい工程を重ねていくうちにルーが黒くなる。へー、ちょっとドロッとしてるんですけど、あ、香ばしい、なんか、もうココイチの匂いと全然違いますね。全然違う。全然違います。じゃあ、いただきます。いただきます。これまずっ。まずいっすか？これまずいよ。まずいっすか？これには合わないな。ルーがまずココイチの方が全然うまいっすね。うーん、好みかもしれないですね。そうですね、金沢カレーの。こっちはちょっとシチューっぽい感じなんですよね。ドロッとして、ドロッとして、はい、子供は喜ぶと思うんだけど、うん、俺は喜ばないね。じゃあちょっとカツか食べていい？カツいきますか、はい、
うわ、これダメだ。ダメですか。ダメ。これはココイチの方が全然マジね。カツ。もうレベルが違う。ココイチのカツとどう違います？ココイチのカツは、はい、あのサクサク感がちゃんと残ってるんですよ。はい、これはもうべちょってして。ソースかけて、まあ、ソースかけたってかかってますからね。その分、うん、ロースカツにソースがかかってると、はい、余計なことしやがってって思うんですよ。こっちがかけんのにこっちのバランスちょっと俺に任せてよって最後の仕上げは、はいはいはい、そこなんですよね、はいはい、で肉の質も向こうがいいね。そんなことない。そんなことない。金沢カレーの特徴、キャベツの千切り。これをもう全部一緒に混ぜて食ってみてください。そうすると、もう全然また違ってきます。また食わなきゃいけないの。そんな嫌じゃないよ。キャベツ食べるなら。お前がそこまで言うなら。お願いします。あら、これうまいわ。そうですよね。これうまい。キャベツが効いてるんですよ。このカレーの味とキャベツがめちゃくちゃ合うんですよ。これココイチにはないね。そうですね。東京にもあるの？ありますあります。結構な早さ。ゴリラの看板。そうです。あ、あれか。あ、見たことは多分あると思う。あるある。あれもともとゴジラにしたかったんですけど。なるほど。映画の東宝が許可取るの難しくて、で、似てるゴリラにしたんですよ。すごい。東宝すごいな。カレー好き。じゃあ東さん、ゴーゴーカレーのロースカツカレー、うん、江頭さんが大好きなココイチのロースカツカレーを100点満点とすると何点でしょうか。55点ゴーゴーカレーだけに。いや、僕はゴーゴーカレーのが好きなんですけどね。お前、なんで、はい、結構このトロッとした感じのカレーの方が好きなんですよ。サラサラ水っぽいよりも、うん、で結構まあ味もしっかりしてますし、うん、まあカツもまああのソースが結構しっかりかかってて、うん、キャベツと相性いいですし、ありがとうございます。あのテンション低くなる。あの褒めてんのにテンション低くなるのやめて。ちょっと僕ちょっとこっちを応援してたんで。あ、そうなんだ、はい。じゃあ次は誰が行く？はい、じゃあ僕いいですか。カレー好きの L。 はい、はい、私がおすすめするチェーン店のカレーは、うん、こちらです。カレーショップ C&C の胸鶏肉唐揚げカレー。おー、辛口チーズトッピングです。これがめちゃくちゃうまいんで食べてください。これトッピングしてんの？あ、この唐揚げカレーにチーズをトッピングしてます。あ、チーズがトッピングね。はい、分かった。これも最高のあの組み合わせなんで、はい、でこのカレーショップ C&C なんですけど、うん、あの京王線のグループの、うん、あのお店でして、うん、で京王線の沿線に結構あるんですよ、大体。へぇー、 L がもうほんとここのカレーがうまいうまいってすごい言ってるのはもう昔から。そうなの。はい、じゃあ正真正銘間違いないです。好きなんだね、はい、僕あのーうん、笹塚、京王線の笹塚に住んでたんですけど。あ、行ってたって言ってたね。でそこにあったんで、めちゃくちゃ行ってたんですけど、でも引っ越しちゃって、で行けなくなるじゃないですか、そうすると、うん、だからあの C&C がある町に行った時は必ず食べるようにしてます。ここあの1968年の創業でして、うん、あ、古いね。で、まあ、昔ながらの、まあ、ちょっと家庭的なカレーといいますか、う
なんですけど、28種類のスパイスを使って、あ、ちょっと本格的な、本格的なんですよ。で、僕いろんなカレー食べてきたんですけど、もう結局これを超えるとこないっす。本当ですか。で、これ東大の出身の、 あの林修先生、おー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 、林先生も大好きで、なんと37年間で1200杯くらい食べてるそうです。だからもうこれ食べたら頭良くなるね。もう天才が食べてますから間違いないです。急に説得力が僕じゃないみたいな。いただきます。いただきます。わ、これチーズがすごいね。おお、チーズ結構。唐揚げは後でいこうか。はい、いただきます。普通だね。いや、もう、いや、でも、そうなんです。そうなんですよって、なんだよ、なんだよ、そうなんですよって。本当に、昔、家で食べた家庭の味というか。いや、それとも違うよ。違いますか。違うよ、なんか普通なんだよ。ザ・カレーっていう感じの辛さも普通だし、はい、スパイスもそんなに二十何種類も使ってるとは思えないね。そうなんです、僕も言われるまで知らなかった。そうですよ、はい、でもこの普通がいいんですよ。うーん、いや、めっちゃ美味しいですね。美味しいですけど、本当に家で食ってた懐かしの味っていう感じの方が強いかもしれない。え、どこの沿線にあるって言ったっけ。京王線です。京王線、渋谷、笹塚、有楽町、新木場、新木場必ず行きます。こう行ったらそういうとこに行って、はい、食いたいかって言ったらそこまで食いたくない。まあ確かに、うん、そのなんか高級カレーみたいなあるじゃないですか、うんうん、高級カレー、本格カレーの店みたいな、そういうところではなく、うん、まあ、こう日常的に食べたい。まあそうだね、はい、うん、普通なんだよ。唐揚げどうでした。これと一緒にカレー食わなくてもいいんじゃないって。これトッピング1個60円なんですよ。本当にめちゃくちゃ安くないですか。こんなにしっかりしてる唐揚げ出てこないですよ、 C&C じゃないと。いや、でもこの普通が最高なんですよ。普通が作れないの。そんなことないよ。で、うん、ちょっとこれ辛口なんですけど、やっていただきたいのが、うん、辛口をこうパクパクパクって食べていただいて、辛くなったところで、水を飲んでいただきたいですよ。ちょっと待って。はい、それって、はい、包丁に味変と一緒じゃん。お、知ってます？包丁に味兵。もう俺たちのちっちゃい頃、はい、包丁に味兵ばっかりだったよ。あ、マジっすか、うん、いや僕小さい頃に、うん、包丁に味兵を読んで、うん、その食べ方を覚えて、それ以来僕ずっと実践してるんですよ、それを。あ、そうなの。はい、え、ちょっと待ってください。あの、お手伝いますけど、あれ知らないですか、包丁に味兵。包丁に味兵知らないの。九条先生のちゃんと読んだことはないです。あれジャンプだったっけ。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプで包丁に味兵ってやってたんですよ、はい、で、カレー戦争みたいなのやってたんですよ。辛いカレーをこう食うんですよ、はい、そしたら水を飲みたくなるんですよ、はいはいはい、で、水を飲んだら、はい、もうまた食いたくなるんですよ、はいはいはい、うわーって、はい、もう食えない食えないって、あーもういいって言いながらまた飲むと、はいはい、また食いたくなっちゃうんですよ。このエンドレス、はいはい、すごいんですよね。さらにこの福神漬けも、これ福神漬けも食いたくなるんですよ。この3つが合わさってエンドレスで、はい、もう終わらないっていう。あー、もう僕言いたかったこと全部江頭さんが言ってましたね。じゃあそれやってみます。今やってみよう。これやってくださいよ。もうだから僕必ず辛口を選ぶんです、カレーを頼むときは。あ、また食いたくなった。あら、うん、
水と福神漬けとカレー、これが揃ってカレーです。なるほど、はい、ココイチのロースカツカレーを100点満点とすると何点でしょうか。60点本当にちょっとね、味平で挽回したかなって思いました。味平ポイント入んのかなドキドキしましたやべえと思ってもう全てが普通ですよこれボンカレーでいいよこの本当に普通が大好きで、うん、一番美味しいと思ったんですけどね、好みですね、好みですね次は誰が行く？はい、僕が行きます。お前、大食い、激辛、ダメだけど大丈夫？大丈夫です、うん、僕がおすすめするチェーン店のカレーはこちらです。松屋のビーフカレー。おお。松屋さんは牛丼屋じゃなくてカレー屋なんじゃないかっていう人もいるぐらいカレーが本当に、はい、いいです。あ、力入れてるっていうのは聞きますね、やっぱり。あ、そうなの、はい、興味あるね。まあ、ちょっとカレー牛とか、まあ、ハンバーグカレーとか、トッピングあるんですけど、今回あえてシンプルなビーフカレーにしました。俺もビーフカレー好きだよ。この色合い、はい、一番好きなパターン。おー、なんかちょっと旨味成分っぽいのが乗ってないですか、なんか見てる感じ。そうですね、はい、カレー本来のうまさ、食欲がそそるっていう匂い、すごいですね。すごいね。いただきます。いただきます。うまいね。おいや、松屋でこれ出すんだ。カレーが美味しいんだ。カレーもうまいです。ちょっとフルーティーな感じもありつつ、うんうん、スパイスもしっかり効いてる。そうだね、あのフルーティーだね。まあうまいですね。ちょ、僕はカレーはポークっていう。う、ね、あ、本当。はい、これも多分食べ慣れ、子供の頃食べてきた、食べ慣れてるのが多分ポークなんですよね。なるほど。松屋だから結構肉ちゃんとしたのかなと思ったら溶けてて、でもそれ美味しいっすね。はい、松屋は家庭では食べられない味を提供することで差別化を図ってる。なるほど。あ、確かにこれは家庭の味ではないですね。そうなんですね、はい、ちょっとプロ仕様の味ですよね、はいはい、そうですね。ちょっとレストラン行って、はい、カレー頼んだ時の味ですね。本当に松屋って言われなかったら、あの言われずに出されたら、もっとなんか高級なお店のちょっとカレーなんじゃないかって思うぐらいのクオリティ。銀のこういう皿に。あ、そうです、そうです、そうです。出てきたら、はい、確かに。さっきの C&C は家庭の家庭の味で、これは全然やっぱ違いますもんね。松屋って、うん、店舗で食べると、うん、全メニューに味噌汁がついてくる。なるほど、うんうんうん、あれいつもなんかこのカレーに味噌汁って合うのかなって思いながら、うん、毎回食べるっていう、うん、どうなの、いつもいつもこう、あ、これ合ってんのかなって思ってないですよね合ってんのか、合ってないのか、合ってるとかじゃなく、そう、そのためにだけに、味噌汁だけのためになんか箸使うのも悪いからこうスプーンでわかめの味噌汁悪あるじゃないですかね。やっぱ熱いんですよね、町屋の味噌汁も熱々だから。辛いのに熱々を飲むのがちょっと合わないっちゃ合わないんですよね。そうそう、いやでもなんかあったらあったでやっぱ嬉しい、嬉しいんですよ。そうね、なんかないよりはね。ココイチのロースカツカレーを100点満点とすると松屋のビーフカレー何点でしょうか。75点おー、けどそこまで伸びない。やっぱりそのくらいっすよ
ココイチそんな上ですか。やっぱりココイチやっぱレベル違いますよ。やっぱ食べ慣れてるのかな、江頭さんも。やっぱり舌が、うん、しっくりいくんじゃないですか。はいはいはい。そういうことかも。佐賀にもココイチあるんですか。は、俺が佐賀にいた時はなかったですね、うん、ただ今はあるでしょう。海外にあって佐賀にないってどんな差別なのよ。本当に世界展開してるカレー屋さんなのに。さすがにそれはバカにしてる。そうですね。お前も思っただろ。あ、あります。あるでしょ。ありましたありました。あるでしょ。いっぱいありました。あるでしょ。あるでしょ。もう本当に花輪さんの歌のイメージ。本当あれ伊藤、はい、このパターン。そうです。この前ミスタードーナツやった時エンジェルクリームで全部持っていったからね。僕もちょっと今日めちゃくちゃおすすめなカレーがあるんで、この間ちょっとサヨナラ満塁逆転ホームラン打ってるんで、うん、今回無理っすか。いや、なんだよその上からは。僕がおすすめするチェーン店のカレーはこちらです。富士そばのカレーカツ丼。富士そばカレーとカツ丼、これはなんか刑務所で出されるような。いや俺2回逮捕されてるけど、こんな感じの食ったもん。こんな感じだったぜ。なんか嫌な思い出が蘇ってきたよ。今まではカツカレーとかは、うん、カレーとカツだけだったんですけど、そうだね、これはもうカツ丼とカレーの融合なんで、2倍3倍にもちょっと美味しさが詰まってます。そういうことね。カツ丼にカレーがかかってる。そうですね。蕎麦屋のカレーって出汁が効いてて特有の味がありますよね。うまいって言いますよね。これはどうだろう。じゃあいただきます。いただきます。伊藤、はい、いまいちだな。いや蕎麦屋のあの特有のカレーの味。いや、それはわかるよ。あの蕎麦の出汁が入ってカレーを作ってる、あの日本人特有のカレー、あれはわかるんだけど、いまいちかな俺の口では。これの醍醐味はカツ丼とカレーなんで。カツで挽回。よし、ちょっと比較しよう、はい。カツもパサーパサしてる。これ全然ダメだよ。正直言っていい、はい、俺蕎麦屋のカレー全然認めてないんだよ。認めてなかったんですか。全然認めてないんだよ。日本特有の認めめちゃくちゃなんですよ。出汁が効いててうまいですけどね。いやこれはもうダメだな俺。確かこれちょっと好み分かれましたね。カツ丼にカレーかけちゃってるじゃないですか、うんうん、カレー用にちゃんと乗っけてほしいですよね、後から。そうなんだよ。こんなカレーとカツ丼ってこの一番好きな2つがいっぺんに食べれるってこんなことないじゃないですか普通。そうかな。見た目がまず刑務所を思い出すんだよ。嫌な思い出しかないんだよ。富士そばのカレーカツ丼何点でしょうか。35点そんなわけない。35点なんだ。マジ。いやどうでしたか、エルは。いや、僕もこれ、めちゃくちゃ好きなんですよ。
お前全部好きじゃん。もうめちゃくちゃいいじゃん。いや、富士そばのカレーはそんなに好きじゃないですよ。あと僕、カツカレーってそんなに好きじゃないですよ。ただ、このカレーカツ丼は好きなんですよ。なんか、富士そばのカレーのちょっと足りないところをカツ丼のやっぱ卵、玉ねぎ、これが補足してちょうどいい感じになってるんですけど、また声がどんどん褒めれば褒めるほど声がちっちゃくなってんだよ。いやだ、なんか僕多分江頭さんと食の趣味合わない根本的なちょっとやっぱ江頭さん敗訴なんだよな。ちょっと待ってくれよ。ちょっと待ってよ。それ違うよ。やっぱちょっとね、これがちょっと口合わないとか、やっぱ、うん、ビーフカレーが好きっていう時点でちょっとおかしいなって。なんでビーフカレー好きだけで、それで判断しないでよ。佐賀のお坊ちゃん。ちょっと待ってよ。違う違う。両家の江頭です。いや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 。総合しますと、チェーン店カレーナンバーワンは、ココイチのロースカツカレー。よっしゃー。なんとココイチのカレー最後に買ってきたよ。優勝した。そうだね。っていうか最初に言いたいのが、はい、ゴーゴーカレーとの違いですよ。あれはもうロースカツにカレーをかけてたじゃん。はいはいはい。繊細の線もないし。ちょっとやめてくださいよ。下品でしょ。ちゃんと分離してる、ちょっと液体状スープになってますね。だいぶやっぱ他の今までのに比べるとだいぶサラサラですね。そうなんですよ。で、俺はちなみにこのカツをこっちに移籍するんですよ。こういつまでたってもサクサクなんですよ。これをついにかけるんです。かけるんですか。はい、いいじゃないですか。で、いただきます。うまひらー。江頭さん、これいつも何からなんですか。1からこれが意外とカレー辛いんですよ。ちょっと辛いですね。そうですね。その時に福神漬けを食べて、あとは水を飲んで味の味変の。そうですね。いや、僕やっぱこのシャバシャバのやつダメですね。やっぱり、はい、お前セレブだからよ。いやいやいや、ココイチはもう庶民の味方なんだから、お前はその味をもうダメなんだよ。いいとこの坊ちゃんだから。ココイチを否定するってことはお前はもう金持ちなんだ。さっきセレブ扱いされたのが相当嫌だった。こんなにこんなに。いや、ココイチって言ったら、はい、今飛ぶ鳥を落とすの勢いですよ。あの本場のインドにも2年前に、はい、2年前ですね、ココイチ作っちゃうんですよ。インドにも作ってるんですか。そう、でも世界中で一番多くて、うん、ギネスにも登録されてるらしいですよ。そこ知ってるじゃない。わぁ、すげぇ。お前知ってるじゃない。知ってはいます。うん、知ってはいます。それなのになんで認めないのよ。このシャバシャバが、いや、やっぱり
お前セレブになっちゃったんだ。セレブに。いつかなった。なんで人をセレブにして自分を食べるんですか。ここ一食べれないっていうのはお前セレブだよ。いや相当嫌だったな。アジヘイの時あんな仲良かった。確かに。でも今日出てきた多分全部の中で。いろいろトッピングをした結果、一番高いと思うんですよね、これ。あいや、そうなの？どうなん？高いと結構ね。逆転する？ココイチなんて結構高いんすよ。今、ちょっと M の情報を受け、調べました、金額。ココイチのカツカレーがダントツで高いです。あれ庶民の味方じゃなかったの？やっぱセレブだな。やっぱセレブだな。ということで、頭のおかしいお前らナンバーワンを決めてほしいものがあったらコメント欄に書いてね。